こんにちはとびたジョーです今日の心に火を灯す言葉はこちらですすべて人間は生まれながらにして知らんことを欲すすべて人間は生まれながらにして知らんことを欲すこれはプラトンの弟子でありソクラテスプラトンとともにしばしば西洋を 最大のの哲学者の一人とみなされているアリストテレスの言葉です彼はその多岐にわたる自然研究の業績から万学の祖とも呼ばれますイスラム哲学や中世エスコラ学さらには近代哲学論理学に多大な影響を与えましたそして37歳頃マケドニア王 フィリッポス2世の将兵により当時13歳であった王子アレクサンダー後のアレクサンダー大王の家庭教師も務め弁論術文学科学医学哲学を教えましたこの言葉は文字通り人間という生き物はもともと知らないことを知ろうとするものであるといったものです アリストテレスのような時代でもこのように言われていたのですから人間はずっと昔の時代から知らないこと知識を知りたがる性質を持っていたのかもしれません知らないことがあるとそれを知ろうとすることこれはある意味人間の本能であると言ってもいいのかもしれませんすべて人間は生まれながらにして知らんことを欲す あなたや私が知らないことを知ろうとすることは正常な行動なのです。生きていく上で知識というのは大いなる武器となるものであり、これは死ぬまで求め続けてもいいものであると思います。限りある人生を有意義に生きていきたいと思うのであれば、より多くの有益な知識を求め続けていきたいものです。